11月8日、韓国のインチョン国際空港にエバーグローの中国人メンバーイロンが姿を見せました。イロンは大きなマスクをつけていたものの、ちらりと見える瞳には微笑みが浮かんでおり、ファンに手を振る姿もとてもリラックスした表情でした。この姿はあっという間に世界の SNS を駆け巡り、ファンはエバーグロー館全体が見られるかもと期待を寄せています。2022年の新年の挨拶を他のメンバーと同じ韓国式ではなく中国式で言ったことで思わぬ批判を浴びたイロン。多くのファンは生まれた国の様式で挨拶しただけと理解しましたが、批判は思わぬほどに拡大しました。そのことがあったからか、イロンは1月中旬に2月まで中国に帰国し家族と時間を持つと伝え中国に帰国しました。ところがそこから韓国に戻る様子はなく、中国で個人事務所を作ったという報道やソロ活動の報道が飛び出しました。このためイロンは批判に傷つき、もう戻ってこないのではと懸念を示すファンもいたのです。エバーグローも長くカムバックをしないまま、これからどうなるのとファンが不安を抱える中、韓国の空港に笑顔で降り立ったイロン。これは嬉しいお知らせが期待できそうですね。これまでにも他のグループには帰国したまま韓国に戻らず、そのまま脱退したメンバーがいました。イロンが韓国へ戻った事実を見ると、メンバーと合流してカムバックではとつい期待をしてしまいますよね。このまま良いお知らせがあることをファンは心から望んでいます。イロンの韓国入りを知ったファンはもちろん大喜び。エバグロの館全体が見られるかも。イロンの帰国がとても嬉しい。イロンお帰りなさい。元気そうでほっとした。エバグロのカムバをすごく待っていた。またメンバーみんなで活動してくれたら嬉しい。これでエバグロのカムバックが見られますように、など期待の声が集まっています。日本でも人気が高いエバーグロー、早めに吉報がありますように。